ワイルドサイド、春のおすすめの3本、まずねその1なんですけれども、まあ春ね、オスね釣ってもらうことをね重点を置いてるんですよ。春のビッグサイズのメスっていうのはまあ結構不安定、オスを釣るとね安定するんですよね。釣果の方で釣果を安定させるために使っているスピニングロッド、まあオスはね西岸のウィードエリアとか、それから身を筋、それからねマンメイドのね石とか狙うとメスも釣ることができるんですね、ライトリグでも。で使っているオスメロッド、61の UL、まあ典型的なスピニングでね、これ春このまま、まあ最初当初はこの32分の1のフリックシェイク 4.8 インチ、32分の1のネコリグで使っていて、これねノーガードにしてるんですよね。ノーガードにして針小さくして活性の高いバスたちのフッキングしていくと、で早春はそうやって釣っていって、で4月に入るとこのタックルのままこれを32分の3オンスのダウンショットにしてフリック 4.8 をかけていくと。で一つだけコツがあって、春先、このねカラーですね、あまりラメ入れないでください。濁った時はねラメ入れてもいいんですけれども、早春はねあんまりラメに反応が良くないんですよ。だからちょっとねこういうねナチュラル系カラー、これ、ね日焼けメロンですけども、これ入れてください。ちょっとやっぱりビアコン向けにはね、このトルクのあるねやっぱり 61UL、 こちらね安心して魚キャッチできます。特にライトラインを使った時の4ポンド5ポンドとか使ってくれた時、やっぱりねこのねアラミドのトルクでやっぱり非常にラインブレイクが少なくなるんですよ。でこれでねやっぱりドラッグと両方使えばクックックって言ってガッと入られてもアラミドの繊維が左右クックッと左右耐えてくれるんでラインブレイクを防いでくれます。春ねスイミング塾とか大きい釣りも注目されますけど、やっぱりね救いの1本、用意しておきたいですよね。特に水温が10度を超えたら、はい、ネコリグ系統、水温が13度ぐらいになってきてネストに近くなってきたらダウンショットでボトムを釣っていく、その時に使うサードとしては61の UL です。これをね使って春の釣り頑張ってみてください。